122mm 榴弾砲 M1938 とは第二次世界大戦勃発直前の1938年にソビート連邦が開発した榴弾砲である。ソビート連邦の赤軍はロシア帝国軍と同様に四段励下の砲兵隊に 76.2mm エア砲と 122mm 榴弾砲を並行配備する編成をとっており、 ロシア革命以来の赤軍の百二二十ミリメートル榴弾砲は第一次世界大戦以前に正式採用されたドイツクルップ社の設計を元にした m 千九百九とフランスシュナイダー社の設計を元にした m 千九百十の二種類が配備されていた。後に、これらは薬室や砲が中体副咲きを強化するなどの改良を行った m 千九百九三十七や m 千九百十。 3 2回収されたが、アメリカやイギリス、ドイツなどでより長射程の新型火砲が開発されたため、赤軍はより高性能な新型榴弾砲を必要としていた。この要求に基づいて開発されたのが M-30 榴弾砲である。M-30 の後部。右側に青部深く調節ハンドル、左側が左右射角調節ハンドルである。 M-30 榴弾砲の光景は従来と同じ 122mm であり、薬莢を使用する薬莢砲である。M1909-37 や M1910-34 の砲弾も使用可能であるが、M-30 用の砲弾なら最高の性能を発揮させることができた。M-30 は自動車による牽引を前提に設計されたため、 ゴムタイヤとサスペンションを装備しているが、馬でも6頭立てで牽引することは可能である。さらに、従来の短脚式砲がから、新型の開脚式砲がを用いたため、左右の車角が広がり柔軟な火力支援が可能となった。足を開くと、サスペンションをロックして安定性を確保するが、緊急時には足を閉じたままでも砲撃は可能である。欠点としては、 左右線改革調節ハンドルと青ぐ深く調節ハンドルがそれぞれ左側と右側にあるため、小準種一人で小準を調節できないという点が挙げられるが、これは当時のソ連製の野砲や榴弾砲のほぼすべてに共通するものであり、ジスマイナス 376.2mm 野砲でようやく解決した。 アメリカの M2A1 やドイツの 10.5cmF18 のような 105mm 榴弾砲と比較すると光景が大きい分榴弾威力は高かったがその代償として連射速度が低く重いため機動力にもやや劣ったイスラエルの博物館に展示される M-30 榴弾砲 M-30 は1938年から生産が開始され冬戦争 継続戦争や独ソ戦で本格的に実戦投入された。このため、フィンランド軍やナチスドイツ軍に露核された方も多く、ドイツは12、2トル s f h 3 9 6フィンランドは 122H38 として自軍で運用し、ドイツではこの方のために1 2 2トル砲弾の生産まで行った。フィンランドは 第二次世界大戦後もソ連製兵器を大量に購入しており、ドイツも旧東ドイツはソ連の影響下にあったため運用が続けられた。第二次大戦終結後はワルシャワ条約機構加盟国やシリア、エジプト、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国などの東側諸国にも供与され、朝鮮戦争や中東戦争などで多数が使用された。 中華人民共和国では、54式 122mm 榴弾砲の名称で正式採用され、最大射程を延長し、渋滞副先の不具合を改良した5 4愛式 122mm 榴弾砲が開発された。また6 3愛式装甲兵員輸送車の車体上に5 4愛式 122mm 榴弾砲を搭載した。 70式 122mm 自走榴弾砲が開発された。その後、ソビエト連邦軍では1960年代に新型の D-30122mm 榴弾砲に更新されて第一線部隊から退役したが、その後も多くの M-30 が予備役部隊での運用に備えたり外国へ供与するためにモスボール保管されていたと考えられる。 ありがとうございます。